こんにちは、ティンプル塾の北島です。今回は祭り縫いの中でも流し祭りというものを2種類ご紹介します。布の長い方の辺をスカートやズボンの裾と思って練習していきます。まずアイロンで一旦折ります。1センチに折って3センチに折ります。これをアイロン定規を使うととてもやりやすくなります。まず4センチにアイロンで折ります。次に1センチ折って3センチの目盛りのところに合わせてアイロンで折ります。布地が厚い場合は少し白い線を出しておくといいです。布の厚み分です。これでアイロンで折れました。これを一旦しつけで留めていきます。まず待ち針で留めます。裾線より直角に待ち針を刺します。次に押さえ地付けというのをします。縫い代が1センチありますので8ミリぐらいのところをしつけ糸で押さえ地付けをします。しつけは縫い目や折り目を固定させておくための仮押さえ縫いのことです。今回する押さえ地付けは仮縫いなどに用いる方法なのですが、表縫いの縫い代の落ち着きを良くするために表から一旦落とし目でする方法です。落とし目というのは一針すくって表の方を長く裏の方を短く、表に出る方を長く、裏に出る方を短く、縫い代が1センチなのでそれよりも下にならないように8ミリぐらいのところを縫っていきます。しつけはいずれ外すものですので玉留めはしないで返し縫いで留めてて大丈夫です。後でほどきやすくなります。これで押さえ地付けができました。今回ご紹介する流し祭りはスカートの裾やズボンの裾に用いる祭りなのですが、裾のこうフレアスカートとか裾の柔らかい部分にの表現、柔らかい部分の表現に適しています。では早速縫っていきましょう。はい、玉留めが見えないように裏の方から出していきます。ちょっと大きめに大げさに縫ってみます。出た縫い代の方に出た糸を斜めに持ってきて、生地を少しすくいます。そうすると縫い糸が斜めに動きます。それをまた少し斜めに出して持っていきます。チクッとすくいます。表生地の部分をこの中指にチクッと刺すぐらいにすくいます。こちらの分には点々ぐらいに見えます。この間隔が 0.1
7センチ、6ミリから7ミリぐらいになるようにするといいと思います。ちょっと今は大げさにやってます。斜めに持ってくる、また斜めにチクッとすくう、斜めに持って縫い代をすくってます。はい、ちょっと大げさにやってみました。では本番です。折り目の折り目ですね、ここの折り目に針を出します。そして斜めに行くのは一緒です。斜めにすくって出す。斜めに3-4ミリ、3ミリぐらい斜め上になったところの表生地をすくって、3-4ミリ先に出します。これの繰り返しです。縫い糸が斜めにこうなってるのがわかるでしょうか。表に出すとチクチクっと赤い色が見えてます。この縫い目の間隔が7ミリぐらいがちょうどいいです。もちろん布が厚くなったら1センチぐらいになります。糸がもつれるのは、布を通すと糸がけばだってきてもつれますので、それを少なくするために2、3回一緒にすくいます。2、3回続けて縫う方法をするには、糸があんまり長すぎないことや、ロー引きをしている糸を使うともつれなくてスムーズにできると思います。最後は玉留めです。玉留めがもつれないように、2回ぐらい刺していきます。出来上がりです。糸の色を変えてますが、あまり出てないと思います。皆さんは生地と同じ色でされるともっと目立たなく作れると思いますので、ぜひ参考にされて自分で裾上げなどされてみてはいかがでしょうか。もう一つ、裾上げでほとんどの既製服は折り上げではなく、端の始末をロックミシンでしてあります。ロックミシンで裾を仕上げている場合は、少しめくって流し祭りをしていきます。ロックミシンのところを少しすくいます。これはロックミシンの方に出ても構いません。めくって斜めに3ミリのところをすくう。
斜め下にすくったところから3ミリのところをロックミシンがかかってるところをすくいます。これは縫い代側に出ても構いません。少し大きめにしてみます。たくさんすくってこちら側にたくさんすく、こんな感じです。ロックミシンのところに糸が出ても構いません。裏側ですので、表の方はこんな感じになります。これは大きく縫ってます。これを実際はこの間隔が7ミリぐらいになってほしいので、3ミリ先をすくって3ミリ先を出す。最後は表に出して玉留めをします。玉留めは、玉留めの端っこは糸端は裏に隠れるように中に入れて留めます。はい、できました。裏の方が 0.7 ミリぐらいにチクッと縫い糸が出る感じに仕上げるのが最適です。流しまつりが2種類できました。ほとんど最近の既製服はこのロックミシン仕上げになってますので、この奥の方で流しまつりをするという方法が多くなると思います。ぜひ皆さんも自分で裾上げをできるようにしてください。